また新たに運命の日を迎えようとしている挑戦者たちが。夕方5時、女子サッカー浦和レッズレディースの練習場。こんにちは。こんにちは。選手たちが続々とグラウンドにやってくる。練習に参加するひときわ小柄なこの女性、浦和レッズレディースキャプテン柴田花江、24歳。北九州出身、親元を離れサッカー一筋の人生を送ってきた。ワールドカップの優勝などで一見華やかに見える女子サッカーだが、実は男子サッカーとは違いプロ選手は存在しない。午前中とかお昼って何されてたんですか？仕事してます。事務作業。体育館で、はい、ここの近くにある体育館で受付やってます。サッカーだけでは生計を立てられず、ほぼ全ての選手が別に仕事を持っている。そのため練習は夕方5時からのたった3時間しかない。キャプテン柴田も決して例外ではない。ここ数年、浦和レッズレディースの成績は低迷している。レッズ復活のため柴田はキャプテンを任された。断るのはかっこ悪いなっては思いました。まあ、このチーム結構本当に今若い子たちが多くて、私も上から数えた方が全然早いので。チームではすでにベテラン、24歳の柴田。チームを引っ張り優勝することでファンを増やし、少しでも選手たちの待遇を良くしたいと考えている。そのために何としても勝たなければならない相手がいる。アイナック神戸だ。この3年間一度も勝てていない因縁の相手。柴田率いる浦和レッズレディースは強敵アイナック神戸を破り、優勝を手繰り寄せることはできるのか。この番組は他にはないアンサーをオリックスグループと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。